内海を1ヶ月半ほど後悔したらいよいよ外海へ出るのが6月って感じですね。どんな波が待ち受けているんでしょう。経済破壊。まあ中小個人、零細企業がどう頑張るか。問答無用でもう営業できないような世相を醸し出される可能性もあるしね。まあ、だからこそやってることに意味があるかもしれない。当事者であることに。せーの、はい。そのまま入ってくるよ。二人が前。そうそう。うん、俺らが回転します。こっち。これって売り値はいくらであったの？432円。そうなんです。いい感じなんでお忙しいところありがとうございます。じゃあ来週の金曜日から、はい、よろしくお願いします。はい、プレオープンって言っといてよかった。ありがとう。オープンします。これも野菜。ダメでもともとなやるかやらないかだったらやるしかないっしょ。